こんにちは。今回は中長編みの編み方を説明します。この見本は作り目の鎖編みを10目作り、3段目まで中長編みを編みました。編み方を編み図で説明します。今回は作り目の鎖編みは5目で編み方を説明します。中長編みの編み目記号は、この T の字のようになった形が中長編みの編み目記号です。そして、立ち上がりの鎖編みは2目になります。中長編みの立ち上がり、2目を編んで、この鎖編み2目は、細編みの時と同じように、中長編みの目数には入れません。市販されている本などでは、立ち上がりの鎖編み2目は中長編み1目と数えますので、ここに鎖編み2目で、次はここから編み出すのですが、中長編みの場合、間が空いてしまいますので、今回は中長編みの立ち上がりの鎖編みは1目と数えずに、細編みと同じように、立ち上がりの鎖編みの根元に中長編みを編みます。鎖編みの裏山を拾って中長編みを編み、2段目も立ち上がりの鎖編み2目を編みますが、この鎖編み2目は中長編みの目数には入れませんので、次の中長編みは前段の中長編みの頭に5回編みます。これを繰り返して編みます。中長編みは間が少し開いた編み地になりますので、作り目のかぎ針は8号のかぎ針ではなく、1号大きめな9号のかぎ針で編みます。糸を右手に持ち、左手に糸をかけて中指で押さえます。一号大きめなかぎ針を使います。かぎ針を糸の下から左へ出して、手前に下、右と回転させて輪を作ります。この輪の中に、このように、かぎ先を糸の下から右上に回して、糸を引き出します。糸端を絞って、ここから鎖編みを編みます。針にかかっているこの1目は、目数にはいりませんから、ここから鎖編みを5目編みます。1、2、3、4、5。5目の鎖編みを編みました。鎖編みを編んだら、かぎ針を1号小さめな方に取り替えます。ここから中長編みを編みます。中長編みの立ち上がりは、鎖編み2目を編んで、この鎖編み2目は中長編みの目数に入れませんから、次に中長編みを編むのは、鎖編み2目を編んだ、その根元の3個目の鎖編みの裏山に針を入れて、ここに中長編みを編みます。裏山を拾って中長編みを編みます。中長編みは針に糸をかけて、鎖編みの3個目の裏山に針を入れ、糸をかけて引き出します。引き出すときは、立ち上がりの鎖編み2目分の長さに糸を引き出してください。針にかかっている3本の糸を一度に引き抜きます。針に糸をかけて、針にかかっている3本の糸をすべて引き抜いて、中長編みができました。これを繰り返します。次も針に糸をかけて、隣の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて
き出します。鎖編み2目分の長さに引き出して、糸をかけて針にかかっている3本の糸すべてを引き抜いて、中長編みが2目できました。次も針に糸をかけて、鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて長めに引き出し、糸をかけてすべての糸を引き抜いて、3目の中長編みができました。次も鎖編みの裏山に中長編みを編み、これで4目です。ここが最後のところです。中長編みを編みます。これで5目の中長編みができました。中長編みの目は、編んだ目がこちらにありますが、中長編みの頭は右側にずれています。ここが、この中長編みの足の頭のところです。次も、足はここにありますが、目は右側に来ています。これで、1、2、3、4、5で、ここが最初に編んだ中長編みの頭は右の、この位置が中長編みの頭になります。ここにマーカーをつけておくと後が分かりやすいと思いますので、マーカーをつけておきます。そしてこの鎖編み2目が立ち上がりの鎖編みですが、この鎖編みは目数には入れずに編みます。次は2段目です。2段目は鎖編み2目の立ち上がりを編んで、編み地の右側を押して裏返します。編み地の右側を押す理由は、編み地の右側を押すと立ち上がりの鎖編み2目がねじれずに向こう側にできます。これを右側を押さないで反対側に回すと鎖編みがねじれます。このように鎖の形がねじれてしまいます。右を押して裏返すと鎖編みがきれいに残ります。編み地を裏返すときは右側を押して裏返してください。次は中長編みを編みます。中長編みも細編みの立ち上がりと同じように、すぐ根元の目に中長編みを編みます。市販されている本などでは、立ち上がりの鎖編み2目を中長編みとしますので、すぐ根元ではなく、もう一つこちら側のところに中長編みを編むように書かれています。このように、中長編みを編むように書かれていますが、そうするとこの間が空いてしまいますので、今回は中長編みの鎖編みの立ち上がりは目数には入れずに、すぐ下の中長編みの頭2本を拾って、ここに中長編みを編みます。鎖編み2目分の長さに糸を引き出して、すべての糸を引き抜きます。こうすると、立ち上がりの鎖編みと中長編みの間がきれいになります。次も針に糸をかけて、隣の中長編みの頭2本を拾って、中長編みを編みます。次も針に糸をかけて、隣の中長編みの頭2本を拾って、中長編みを編み、針に糸をかけて、次の中長編みの頭に中長編みを編みます。これで4目の中長編みができました。次は、最後のところです。最後は、立ち上がりの鎖編み
ための上にある、この印をつけてありますので分かりやすいとは思いますが、印がないとこのような状態です。ここの頭2本を拾って中長編みの5個目を編みます。これで2段目ができました。立ち上がりの鎖編みを目数に入れずに1,2,3,4,5個目の中長編みができました。次は3段目の立ち上がりの鎖編み2目を編んで編み地を裏返します。次に編むのもすぐ根元のところです。ここではなく根元のところに中長編みを編み、次も隣の中長編みの頭に中長編みを編むと、この間が空きません。同じように中長編みを編んで、ここが最後のところです。立ち上がりの鎖編み2目が編み地を右に押したので、鎖編みがきれいにこちらを向いています。その上にあるのが最初に、2段目の最初に編んだ中長編みです。この中長編みの頭に中長編みを編んで、これで3段目ができました。このように立ち上がりの鎖編み2目を目数に入れずに、根元から中長編みを編むと、この間が開かずに済みますので、今回はこのように立ち上がりの鎖編み2目は目数に入れずに、根元から中長編みを編んで、5個の目数で中長編みを編みました。最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。